ソードフィッシュはイギリス海軍の潜水艦、水上速力20ノット以上を発揮する高速潜水艦として計画された。そのため、機械に石炭式ボイラーと蒸気タービンを採用しているのが特徴である。蒸気潜水艦は当時極めて稀な存在であり、黎明期に現れた一部の実験艦を除けば、本艦以外に蒸気機関または蒸気タービンを採用したものは、 京急潜水艦くらいであった。蒸気潜水艦全盛期が到来するには、原子炉の実用化を待たねばならない。ソードフィッシュは、第一次世界大戦前に、クリーノックのスコッツシップビルディングエンジニアリング社により開発、建造が進められた。イタリア人設計者のチェーザレ・ラウレンティによって、イギリス海軍向けに設計され、その仕様は、 当時の他国海軍の潜水艦にも流用された。1913年に建造が始められ、1916年3月16日に浸水した。4月に S1 と改名され、排水量1500トン、速力18ノットの高速蒸気潜水艦として完成した。ジェフリー・レイトン・チューが艦長に着任し、実験潜水艦として運用されたが、京急同様。 やはり蒸気潜水艦構造は失敗だと判断されたようで1917年6月27日から1918年1月24日にかけて水上巡視艇に改装され1917年7月には再びソードフィッシュと改名されたソードフィッシュは1918年10月30日にポーツマスでスクラップとして売却され1923年に ポーツコールで転売された。ソードフィッシュの名を持つ潜水艦は、イギリス海軍において1916年に、巡航した本艦のほか、1930年代に、建造された2代目のソードフィッシュとがある。また、アメリカ海軍のサーゴ級潜水艦及び、スケート級原子力潜水艦にも、同名の潜水艦が存在する、ソードフィッシュ。その他、駆逐艦にもソードフィッシュが存在する。 ありがとうございます。